今日未明、大津市内の路上で通行中の高校生に暴行を加えた上、車で連れ去ったとして、大学生7人が逮捕されました。未成年者略取の疑いで逮捕されたのは、いずれも草津市在住で県内の同じ大学に通う20歳から21歳の男子大学生7人です。 県警によりますと7人はきょう午前1時20分ごろ大津市内の路上を通行中だった県内在住の男子高校生16歳にお前、何してるねんなどと言いがかりをつけ羽交い締めにするなどの暴行を加えた上で乗用車に無理やり連れ込み全員で連れ去った疑いが持たれています男子高校生はおよそ2時間後の午前3時20分ごろ 高架市内の県道大津しがらき線を一人で歩いていたところ通りがかったドライバーに拉致されたと説明し保護されたということです高校生に大きな怪我はないということです県警ではトラブルの原因など事件の詳細は捜査中としていて大学生らの認否についても明らかにしていません続いて新型コロナの感染状況です 滋賀県は今日新たに百十人の感染が確認されたと発表しました。また八十代男性一人の死亡も発表されています。今日は百十人前の週とほぼ同じ数です。なお今日は新たなクラスターはありません。一昨日行われた県議会議員選挙で当選した四十四人に今日当選証書が手渡されました。 任期満了に伴い一昨日行われた県議会議員選挙では現職32人、新人12人の44人が当選しました当選証書の付与は県庁で行われ当選者が県選挙管理委員会の瀬戸忠委員長から一人一人当選証書を受け取りました今回の選挙では滋賀県議会で初めて 日本維新の会の議員が誕生3議席を獲得しました4人の選挙区だったんで4番目争いをするんじゃないかなというぐらいそれができたらいいなと思っていたので自分が一番びっくりりしております、はい、一番最初に私たちその一丁目一番地としては「身を切る改革」というお話をさせてもらっているのでそこに関してはもう徹底してまず維新の議員から 進めていって、やはり行財政改革というのをしっかり進めていくというのの指針を作れたらいいなと思っておりますあの非常に身の引き締まる思いでございます、誰一人取り残さない社会というものを実現していきたいというふうに考えておりますので、彦根市議会議員22年間の経験を踏まえて、積極的に実現できるように取り組みを進めていきたいなというふうに考えております。 この期待にとにかく応える、そういった思いで、今はいいっぱいですこれまで多くの住民の方々から、ですねご意見やご要望など、そしてまだ地域課題をお聞かせいただきましたので、しっかりとそういった方々に寄り添える、そういった政治家を目指して、日々取りり組んでいいきたいと思っております当選してから、まだちょっと実感が湧かなかったんですけど、初めてちょっとその責任の重さを実感しているところです。 秘書のその経験があるということで、まあ、裏事情であったりとか、そういう細かいところまで目をあの聞かせながら、あの行き届かないところがないようなそういう憲政を作っていきたいなと思ってます。共産党の議員が4名から2名になったということで、えー、初めての議員なんですけども、責任が本当に大きいな。 プレッシャーも感じてるんですけども、な、は、ん、い、とか頑張っていきたいなと思っています教員の仕事をやってきたんで、やっぱり一番には教育のことを僕は取り上げていきたいなと思っています一方、今回の結果を受け、三日月知事はそういったそれぞれの会派の数の増減があったことも含めて、この時点での県民の皆さんの審判、判断の結果ですね、もうそれに尽きると思います。 あのすべての政党開発と遠距離で、えー、真摯に向き合い、議論をしていきたいというふうに五島三山の一つ、愛昇町にある金剛臨時では今、滋賀県の郷土の花、し投げが見ごろを迎えています。金剛林寺の境内にある 安土桃山時代に作られた国指定の名勝庭園ではおよそ30本の日本シャクナゲが育ち今、薄桃色の花が咲き誇っています寺によりますと例年はゴールデンウィーク前に見ごろを迎えますが先月から今月上旬にかけては平年より気温が高く晴れた日が多かったためでしょうかここ2、3日で一気に開花が見られ 薄桃色のシャクナゲと青もみじのコントラストがよく映えますまた境内では小さな白い花がさくらんぼのように小枝から吊り下がって咲く、ドウダンツツジも見ごろを迎えていてシャクナゲとともに今週末まで楽しめそうだということです。